You know what it is! Pizza making time! ピッツァ、それはイタリアが生み出し人類の宝。食べた瞬間余計な感想は語るに及ばず、ただひたすらにうまい、うまい、うまいんです。手軽とかコスパとかその次元に彼はいません。宅の中心に鎮座して人間を黙らせる料理は世界広しといえどそうそうありません。あちあちのピッツァにはそれだけのパワーがあります。ただやはり自宅でピザを作るのは難しい。特にあちあちナポリピッツァを焼くのは至難の技といえます。彼らに必要なものは何よりも熱。圧倒的な火力で短時間ガッと焼き上げることこそもちもちカリカリの食感になる秘訣なわけです。最近は300度を超えるオーブンやスキレットなんかを使い、工夫次第では家でも非常に美味しいピッツァを焼ける時代になりました。正直それでも文句は全くない。本当に十分うまいですから。ただ焼き時間が長い上、風味食感としても店の味にはあと一歩及ばず、アットホームあちあちダイレクトピッツァパーティーの開催は難しいというのがこれまでの家ピザ業界の常識でした。ということで私は己の力量に限界を感じ、悩みに悩み抜いた結果、自分へのあちあちクリスマスプレゼントに小型ピザ窯メーカーエンロさんの屋外用ガス式窯焼き名人を検討していた。小型で熱源もガスなので手軽、何より凄まじいのは高火力なので超本格的あちあちピッツァが焼けることは必至だ。ただ唯一ネックなのは屋外用であること。都市部の極小住宅に暮らしている身としては近隣住民の目もあってなかなか自由に屋外調理ができない。しかしハイレベルあちあちダイレクトピッツァパーティーを何としても開催すべく引っ越しを行い、着々と環境を整えている最中のことであった。なんとやらせでも何でもなく、たまたま遠路さんと話をする機会があり、ある新製品の到来を知らされた。これは本当の話、嘘まみりの人生の中でも一二を争うぐらい本当の話。それがこちら、電気式窯焼き名人、待望の屋内用である。こちらの窯、サイズとしては一般的なオーブンレンジと同程度かやや小ぶり。従来の業務用電子ピザ窯に比べはるかに小さい。しかしパワーは本物。予熱を20分行えば庫内の温度は400度に達します。そしてこれがただの400度ではありません。こちらの製品が優れているのは断熱性。セラミックファイバーという断熱材をボディの内側全体に張り巡らせることで、火力が逃げず一気に高温で焼くことが可能になったわけです。焼いてみればわかります。この製品は本当にすごい。これを友人や恋人の家に持って行ってみなさい。そう岩を運ぶエレン・イエガーのように。そして宅の中心にこれを置きピザを焼くのです。さすればもう勝ちです。こちらの電気式窯焼き名人、発売は3月4日18時から、そして3月10日までの7日間限定でなんと 20% オフで販売しています。クーポンコードなど面倒なものも必要ありません。遠路さんでは新しい窯の発売時のみ割引を行っているそうなので、この機会にぜひ。というわけで早速1枚マルゲリータを作っていきましょう。まずはトマトソースの仕込みから。玉ねぎをみじん切りにしていきます。そしてニンニクもみじん切り。あとは玉ねぎとニンニクをオリーブオイルで炒めていきますが、ここは焦がさないよう注意してください。あくまで香りと甘みを引き出すイメージです。そして玉ねぎがほんのり透明になったら、粗ごししたホールトマトを加えましょう。まあ、もしソース作りが面倒だったらシンプルに塩を加えたカットトマト缶を使ってください。それはそれで直球のうまさがあります。あとはモッツァレラチーズとバジルを軽く分けたら、あっという間に準備は完了です。それでは本調理、発酵させた生地を伸ばしていきます。今回は遠路さんの冷凍の生地を解凍しました。ピザ作りの一番のネックはやっぱり生地の仕込みですから、これは本当に便利です。それでは粉を振りながら優しく取り出し、円形に伸ばしていきましょう。伸ばし方もいろいろありますが、基本的にはまず両手の指で押しながら生地を押し出し、耳を作っていきます。あとはこれを広げるわけですが、正直ピザの素人からすると伸びりゃ何でもいい気がします。もし正確なやり方を知りたい方がいれば、遠路ピザ大学をご覧ください。全部詳しく解説しています。うちはエンタメなんで視聴者は全員くまなく置き去り方式です。そしたら具材を乗せていきましょう。まずはトマトソースを適量乗せ、スプーンやレードルの底で広げます。あんまりジャブジャブ乗せるとソースが主役になっちゃうので、ほどほどに。そしてチーズ、マルゲリータはやはりモッツァレラとの相性が抜群ですが、正直安いミックスチーズ使っても結構美味しくできます。さらにバジルをちぎって乗せ、上からパルミジャーノパウダーを振りかけて旨味の補強をします。あとはこれをピザピールに移し、窯へ入れていきます。正直この工程がピザ作りでは一番の難関です。初めてやる方は結構失敗すると思うので、よければ別売りのピザスクリーンを買ってください。これ使えばほぼほぼ失敗しません。まん丸のピザが焼けます。
今回の焼き時間は大体2分強あっという間です。うまく焼くコツは2分弱経過したら一度取り出して向きを変え、再度釜に入れて20秒程度加熱します。こうするとムラなく綺麗に焼き上がりますね。ということでこんな具合になりました。この天然の小麦を屋内で作るのがどれほど高い壁だったか、養殖の小麦を作ってきたピザ愛好家の方々はお分かりでしょう。それじゃあいただきます。しかもテーブルの横に置けることで何が可能になったかって、ダイレクトアチアチピッツァです。ゼロ距離です。これはぶっちゃけ業務用のピザ窯ですらできません。これダメだよ。これはすごいわ。いっちゃってるよ、もうドカンと一段。うんまマジでうまいわ。マジでうまい。耳がしっかりと膨らんでるのも素晴らしいし、裏面ですよね、裏面のこの焦げ分かります？いやーこれすごいわ。こんなに綺麗に焼き目つくのね、これはすごいわ。いや本当にとんでもないことしてくれましたね、遠藤さん。マジでうまい、本当にうまい。まあ今ね、初めて作って食べたみたいなリアクションしてますけど、もう20枚ぐらい焼いてるんですけどいや本当にねすごい、本当にすごいっす。いや今までこのレベルのピザを焼ける調理器具家電はなかったと思うな。本当にないと思う。これはもうなんだろうな、しっかりとこう具が入ってる部分は薄くクリスピーになって、耳はね餅カリなんですよ。いやすごいわ、本当にすごいと思う。いや確かにね、そのリストランテ、レストランで職人さんがねその薪で焼いたピザは確かにうまい。正直言ってこれよりうまい、うまいのはわかるんだよ。ただね、家でこれが出てくる衝撃がすごすぎて、やっぱりそうだね、食べた時の感動レベルでいうと本当に近いものがあるというか、本当にすごいですね。でその遠路さんの冷凍ピザ生地だと1個大体300円強なんですよ。で具とか合わせてもまあ1枚あたり400円500円ぐらいだと思うんですよね。いやそれだけ手軽に作れるってなるとすごくいいですよね。もうパーティーですよ、本当にパーティー。一人にもちょうどいいんですよこれ。まあ冷凍だったら正直そのね多く作る必要もないしね、ただ解凍して焼けばいいだけだし、ねえ本当にいいですよね。いやそのね、ご家族とか同居されてる方がいらっしゃる方はいきなりこれ買ったら多分惹かれるか怒られると思うんですよちょっとよくねご相談していただいて、同居人やお財布ともご相談していただいて、いやこれは本当にもうねロマンが詰まってる、もうロマンしかないねしかもねその普通にグリルとかもちろんそのパンとかもね、食パンとかはもちろん高さがあるんで焼けないんですけど、そこまで高さがないパンだったら全部焼けますしね、やっぱグリルとかが強いですよね。高温で一気にやれるんで本当に強いと思いますこれは。なんでいやちょっと本当にお財布と家のサイズとちょっとご相談していただいて、はい、ぜひともご検討くださいということで実力は十分に分かったと思うので、お次は本番、春を先取りして菜の花のピザを作っていこうと思います。それでは今回はピザ生地を自分で作っていきましょう。材料は2枚分、仕込みは前日に行います。あとは15分前後こねていきます。まあ、やっぱ手ごねはしんどいですねそして表面に軽くツヤが出てきたらラップをして10分程度休ませます。生地を引っ張ってよく伸びれば OK。 あとはこれを半分に分け生地を丸めておきます。そしてそれぞれタッパーや容器に入れたら 4,5 時間常温で放置します。そしたらお次に菜の花、こちらは適度な大きさに切り分け、少しの塩とオリーブオイルを軽くなじませておきます。あとは野沢菜も、この塩気がたまらんのです。それではあっという間の最終仕上げ、ピザは生地作り以外は本当に簡単でシンプルです。まずは先ほど同様適当にピザ生地を広げてチーズを乗せていきます。
あとはここに主役の菜の花を散りばめ、さらにシラスと野沢菜も加えます。このピザ塩気がある具材が多いので、野沢菜は気持ち入れるぐらいがちょうどいいですね。そしたら先ほどと同じくパルミジャーノパウダーを振りかけ、オイルもダクダクにかけていきます。それでは、いってらっしゃい。先ほど同様、一度取り出してひっくり返し、合計2分20秒ぐらいですかね。どうですか、どうですか、この仕上がり。あー、たまりませんな。いや、本当にこんなに耳立ってんのすごいですね。いただきます。いや、これはうまい。めっちゃうまい。マジでうまい。なんかその塩気がちょうどいいっすね、ほんとに。うん、つまみ系のピザですね。うまい。皮はバリッバリに焼けてますね。はい、素晴らしいですね。耳もゴリッゴリに立ってます。うん、今のままでも十分美味しいんですけど、これちょっとだけ蜂蜜かけたらやばいかもしれないですね。前世がね、蜂だったんじゃないかっていうぐらい。いただきます。よし。わお、わお、うまいね。本当にうまいね。本当にうまいと思うわ。まあ、正直数ある菜の花の食べ方でもピザが一番うまいんじゃないかっていうぐらい相性がいいんですよね。オリーブオイルとかチーズと、またそのシラスがさらにね、春っぽさをね、底上げしてるっていうかね。うまい、本当にうまいわ。で、まあ、正直ね、もうプロでない方はピザスクリーン買った方がいいと思います。僕これで失敗したこと一回もないんですよ、ピザスクリーンで。逆に言うと、そのピザピールでシャカってやってドシャってやるのはもう、まあ両手じゃ収まらないぐらい失敗してるんですよ。やっぱりピザの形がちょっと崩れちゃったりとか、いびつになったりとか、これはね、ないですからね、失敗がね。素人には最高ですね。まあ、焼き目もご覧の通りガッツリつくんで、ちゃんと本当にいいですよね、便利アイテム。なんかもう飲む前にほぼ完食しそうな勢いですけど、一応乾杯。あ、どえ。いや、でも本当にもう自分から言うことは特にないですね、これ。いや、まあ買いたい人はね、正直もう僕の動画見ても見なくても買うと思うし、これは。まあでもやっぱり個人的に、そのパーティーメニューとして筆頭に上がってくるタコス、タコスと比べると非常に作りやすいし、工程がシンプル、時間も正直かからない。まあね、生地をさ、自分で作るってなったらやっぱ1日がかりになっちゃいますけど、まあ、それは仕込んでおけばいいだけだから、なんかこう本当にシンプルというか、なんか素材とチーズでもうどうにかなっちゃうというか、もうこれだけで本当に完璧な料理なんですよ。そう、僕がパーティーでやるってなったらピザの方がいい気はするな。楽だから。まだね、まだまだ料理は楽しいですね。はい、素晴らしかったです。ということで、ぜひとも遠藤さん、今回は電気式ですね。はい、まあもちろんそのガス式とか、その薪の燃料式もあるんで、いろんな商品出してるんで、ぜひともチェックしてみてください。まあただうちの視聴者さんは多分、これ使った方がいい気がしますね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。